アドさんがフアに育成したって知ってからフアなんか使ったよ。遅いよ、何ヶ月経ってると思ってんだよ。遅いよバカ。俺がフアって来てからもう半年ぐらい経ってるわ。よく言うわ、よく言うわ。嘘つけ、他のお気に入りの配信者が被ってるからでしょ。バドもいるし他にもいるから俺も作ってこと。遅いんだよ本当に。なんだかんだ作るんだから、流れに飲まれるんだから。そう、最初の頃はねみんな嫌がるんだよ、フワッチはいいわみたいな。レレレさん古いリスナーさんも FC2 の頃から見てる人だから子さんかな、かなりの子さんだね。レレレのおじさん古いよ。何食いに行く。この時間今2時半か。2時半で何食おうかな。牛丼、牛丼って気分でもねえなー。風邪治ってないところが悪化してる。レレレさん悪化してます。配信者ってあれだよね、彼女作ったらダメだね。俺はね今回結構ねそれを本気で思った。あのね、要はもうセックスはしていいんだよ。要はセフレみたいなのはいっぱいいていいと思うの。そうだけど彼女は作ったらダメだわ、それはね思った。セフレはいくら作ってもいいけど彼女は絶対作ったらダメ。これが俺の今回の教訓。要はね俺は前そのリスナーじゃない子と付き合ってたからダメだったんだけど、リスナーとか配信者なら大丈夫かなと思ったの。これね、配信者でもリスナーでもダメだわ。俺はもう彼女は作んない。配信をやっていく限り。これは決めた。要は、もうみんなの和道じゃないとダメなんだよ。いや、無理無理。陰で支えてくれるような人なんかいない。それは、もう俺は女性の本質に、それは、当てはまらないと思ってんのよ。それはね、やっぱ無理だよ。だからもうあの別にセックスだけしたいっていう女の子いたらしていいんだけど、彼女と別れた。いやみんなセフレだったらよくない、ぶっちゃけ割り切れるじゃん。そうセックスしたいだけの子もいるから、正直絶対いるよ。いや別にあの私彼女とかじゃなくていいって、和道と寝たいっていう女の子も100人ぐらいいるから絶対いない、だからもう俺は成獣とかすから、その代わりも彼女は作んない。みんなの和道、シェア和道。そうみんな穴姉妹、それでいこ もうシェアの時代だから、いや寝なし草なんだからっていうねコメントに響いたよ俺は。ダメだ、特定の、要は誰々のものっていうのはダメだよ。既婚者だと思ってました。俺一回も結婚しないよ。一回も結婚しない。未婚の、未婚です。さて何食おうか。焼きそばとか自分で作ろうかな、久々に。
料理枠、まさかの。焼きそばっちゃう。のんたん悲しむよ。でももう俺はだからそれはしょうがないと思ってるから、別れたわけだから。別れたのも関係ないよ。だって向こうもパソコン取り上げるっていうことはもう配信も知らねえよってことでしょ。パソコン売るって言ってるし。要はもう配信者としても嫌いなわけよ。そう。もう別れたらそれは関係ないよ。別に。パコリマクリスティですよ。一人ライフを。そう。もう旅先でパコリまくろうと思ってる。パコリーライフを、俺の。何パコ、1万人パコも目標にあるから。あ、違うな。1万人リアトツ500パコだね。500パコを狙ってね。頑張っていこうと思います。そう。 そうそう、全国制覇ね。全国に彼女がいるっていうね。ただね、全国で、そうね、配信者とパコるような女ってね、他でもパコってんだよ。だからね、兄弟になるんだよ、配信者。絶対パコってないって言うんだけど、絶対パコってんだよ。そう。でも配信者のネットワークって半端じゃないから、そう、誰々にどこどこってリスナーいるでしょっつって、うん、いるっつって、そう、あ、あれパコったでしょっつって、うん、パコったっつって。もう全、ファン減りますよ。ファン増えるよ。ファン増えるよ。何言ってんだよ。パコってないって言うから。二人だけの秘密だよって。コメントに書いたらダメだよって。うん、分かったって。コメントに書かないって。絶対コメントに書かないっつって。で、2チャンネルに書くんだよ。うわーとか言う。私は金杯とパコろうとしたら振られた。え、そうなの？金杯に振られたんだ。え、金杯になんて誘ったの？なんて口説いたの？クソウケるんだけど。え、金杯さん抱いてって。エッチしませんかって言ったの？なんて言ったんだろう。ええー、って言われた。ええー、って言われた。俺の金杯さんのモノマネって荒いよね。ずーっとこういうイメージなんだよね、俺。なんかセリフが出てこないんだよ、金杯さんのモノマネって。ずーっとニヤニヤして、うえうえって言ってる。昔だけどね、セックスしようとか結婚しようって言ったら、お前気違いだからごめんって言われた。かっけえ、金杯さんかっけえ。キングオブ気違いって言われてる人に、お前気違いだからごめんってすごいな。金杯さんにその言葉もらったのってもう勲章だよ、それ。うん。いや、わかる？なんか似てるでしょ。マジか。光る。嘘つけ。マジか。ちゃんまんが。マジか、さとみ。俺の金杯さんのイメージ、これ。いってらっしゃい。いや、でも似てるっしょ。わかるっしょ。超似てると思うよ。俺もあれだな、あれ欲しいな。屋台横丁でやりたいな、あの焼き鳥配信とか。屋台横丁誰か送って、俺に。屋台横丁。屋台横丁配信俺もやりたい。ブエーって言ってる。そうそう、ブエーって。タバコ吸うわ。サドミア、ビール買ってこい。めちゃくちゃな配信だよ。なんであれ成り立つんだよっていう。明日怒られるわ、あんまやりすぎると。火弱いんだ。なんかよく言うよね、全然焼けないって。飯雑やるじゃ。
飯雑。飯雑やろうかな。気違いってどういうのが気違いなの？いや、俺はね、綾香は気違いタイプじゃないと思ってるね。いや、金梅さんが苦手なタイプなんだよ。俺は金梅さんの方が気違いだと思ってて、俺はわかる。癖のある女って意味なんだよ。金梅さんが言いたかったのは。癖のある、裸で走り回ったり踊ったりするような人を気違いっていう。だから、金梅さんは気違いの概念を理解してないのよ。金梅さん自分のこと気違いだと思ってないから、気づいてないから。そうじゃなくてね、なんか変人っていうか癖のある女なんだよ、綾香は。そう、癖のある人が苦手なんでしょう、多すごいわかる、それは。金梅さんと相性悪そう。あれ、ヒステリックブルーのボーカルいるな。ヒステリックブルーのボーカル配信やってるわ。そっくりでびっくりしたわ、今。ヒステリックブルーのボーカル110人もリスナー集めてる。何食おうかな、作ろうかな、どうしよう。セフレなんですか？俺の？俺全然セフレいないよ。俺いたら言うから、セフレはいるって。癖のある女ってよくわからん。金梅と誕生日一緒だし運命感じてたのに。癖ありすぎるわ。その考え方が癖あるわ。セフレも何も会ったこともありません。病気だわ。病気病気。ただのお前の妄想を聞かされただけじゃねえか、俺ら。病気だよ。なんか飯食いに行きたいな。ヒカルくん歌舞伎町にいんのかな？ヒカルくん飯誘おうかな？ヒカルくんの飯食いに行こうかな？ラーメン。パルパルがついてこなかったらいいんだけど、パルパルとか絶対いらないから。ヒカルくん飯行かねえかな。ヒカルくんに電話しよう。電話？出ねえな。ヒカルくん出ねえわ。ヒカルくん出なかった。あ、電話かかってきた。ヒカルくん、お疲れです。お疲れっす。いいっす。腹減ったんだけど、腹減ってない？腹はそこまで減ってないっすけど、どうしたんですか？いや、新宿いるんだったら飯一緒に食いに行かないと思って。今は大丈夫っすよ。パルも一緒にいるんですけど。いや、パルって寝てないの、あいつまだ。そうです、今ゲームやってるっす、パル。そっか。じゃあ僕難なんかしい。スーツのアイロンしてました。あ、マジで。
ここで、はい。いいな。俺もうアイロン持ってないからさ、シワシワのまま行くよ。それ、やばいっすよね。やばいよね。超緊張するよね。はい、緊張するっす。歌舞伎いるの？これ、まあ、歌舞伎が近いっすね。あ、そうなんだ。はい、そっかそっか。そうなんです。じゃあ、明日よろしく。はい。ちょっとね、よろしくお願いします。ういっす。はい、失礼します。じゃあねー。はい。まあ、パルパルいるから無理だよな。パルパル寝てると思ったら起きてんだ。どうしようかな。気管支炎っつうかもうやばいね。肺がぶっ壊れてるね。今日血吐いたし。何しようかな。何食いに行く？牛丼の丼ぶりでもかぶってみる？ファッつって。牛丼の丼ぶりでもかぶっちゃう？そんなにパルパルのこと嫌いな？俺だってぶっ飛ばしてるんだよ、パルパルのこと。パルパルのこと殴ってるんだよ。嫌いだね、正直。正直大嫌いだね。何食おうかな。パルパル小好きだよ。まあ別に小好きは俺否定してないからいいんだけど、小好きでもいいんじゃんみたいな。俺も小好きみたいなもんだから。プロ配信者とか言ってるけど、綺麗に言ってるけど、ただの小好きだから。何食おうかな。何食おうかな。迷うね。マックか。マックか。いや、でもこの時間シェイクがねえかんな。シェイクのないマックとかマジで意味わかんねえかんな。スーパーに行ってなんか作るっていうのはあるけど、時間かかるしな。シェイクは深夜販売してない。そうなんだよ。洗浄毎日やってんだよ、西新宿。おい、好みいらっしゃい。お疲れ。あれ、好み、またサムネ変えた？サムネコロコロ変えるのはメンヘラだってちゃんまんが言ってたよ。これで、ね、でもね、俺当たってると思うんだよ。サムネコロコロ変えるやつの女の子のメンヘラ率マジで異常なんだよね。自炊全然するよ。だって俺17から一人暮らししてんだもん。いや、電話した電話した。腹減ったから、ヒカル君歌舞伎町いんなら、久々会いたいなとか思って。で、飯食いかなーって誘ったんだけど、電話したよ。さっきっていうか、今だよね。私、母親3日に1回帰る、メンヘラだわ。母ちゃん、メンヘラだよ。いや、これね、絶対あると思う。サムネコロコロ変えるやつはメンヘラっていうの。絶対あるよ。私、髪切ってから2回目？今年入り始めだぞ。え？嘘？そうか。え、このサムネだったっけな。まずか。それは失礼しました。焼肉食いてえな。焼肉とか寿司とか全然食ってねえな。超腹減った。超腹減った。
12月に髪切り、最近これに変えたばっかり。ああ、そういうことか。一人焼肉、焼肉行く？歌舞伎町、焼肉。外配信行くぞ。歌舞伎町だったらね、焼肉堺っていうのがうまいの。一人焼肉行っちゃう？焼肉堺。0時までってこれ。12時までか。0時まで。昼までってことかな。全然意味わかんないんだけど、もう歌舞伎町の時間、12時までってこと？これ昼の。どういうこと？夕方5時から10、夕方5時から0時までってどういうことだ？ 15 時から0時0分ってどういうことだ？どういうことだ？どういうこと？ 0 時0分で12時までってこと？何この表記の仕方？ 全然わかんないんだけど。100皿は食えないよ。一人焼肉行く？深夜0時？だって夕方のことから0時ってあるか？あるか？そんなこと。うまいとこ、ちょい高いけどうまいところあるんだけどな。12時までってことか。焼肉堺、ブラックホール。そういうことか。すごいね、それで。肉食いてえな。この辺さ、オフィス街だからすぐ閉まっちゃうんだよね。ちょっと久々に聞きたいんだけど、まあ俺ってイケメンじゃん、ぶっちゃけな話。最近の女性リスナーからすると、俺の顔は今何点なの？ 俺の顔今何点なのか知りたい。新宿住んでたんだ、この身。今どこ住んでんの？俺の顔は今何点なの？果たして。前は98点台だったけど。ふわっち最強のイケメン、ワード。あ、結構イケメンなんだ。95点の高得点叩き出した。めちゃめちゃイケメンじゃん、これ。冗談抜きでね。あ、蒲田にいんだ。蒲田か。何これ。45分1000円、マジかよ。食べ放題かよ。何これ。45分1000円食べ放題、やば。相変わらず高得点だね。蒲田配信者いる？誰がいる？蒲田で配信者誰いる？いないと思うけど。蒲田いる？45分1000円食べ放題、どれくらい食べてみるのを検証してみれば。いや、なんつうんだろう、もうね、これね、本当に最近思うんだけど、もう年なんだよ。もう量いらない。もう唐揚げとかもなんかね、昔はこれ本当なんだけど、唐揚げだけで世の中は回ると思ってたんだよ、本気で。唐揚げとご飯があれば、何もいらないぐらいだと思ってたの。だから、ね、なんでこの人、お父さん魚食べてるんだろうと思ってたの。俺はいい。お前は食えみたいな。かっけえみたいな。息子に唐揚げを譲る父親かっけえと。こんなに美味しいものを息子に食べさせたいっていう親父だと思ってたの。お母さんも、あんた唐揚げ食べなさいって。おー、リュウさんいらっしゃい。体調崩壊、僕もやばいっす、今。僕もやばいです。花火ありがとうございます。マジでやばいですね。唐揚げ、いや、だけど、ね？それで、唐揚げ、ね？お父さんいいの？みたいな。名前を伏せます。ああ、そう。イケメンっていうか好きな顔。おでこ広いし、鼻高いし、眉毛じゃ。ああ、そういうことね。確かにイケメンっていうよりも、俺の場合そういう感じ。
俺の顔、こういう顔が好きっていうタイプ。だからね、俺の場合はみんなに好かれる顔じゃないの。要は、100人女の子いたら3人ぐらいがハマるタイプの、本当に。で、97人は、えっていうタイプなの。97人は。要は、センス悪いねって言うけど、その3人はめちゃめちゃ好きっていうタイプの顔なの。わかる。だからさ、今さ、唐揚げランチよりも、ね、昼間のランチで500円払うじゃん。唐揚げ頼むじゃん。そうすると、失敗したって思うんだよ。昔は唐揚げだ、500円で唐揚げだ、いいぞってなってたのに、向こうのサラリーマンのアジの開き定食を見て失敗したって思っちゃう自分がいるの。唐揚げ頼んじゃったって。アジの開きうまそう、みたいな。そう、マニア向けなんだよ、そう。一番美味しい顔？好きな顔ないんだ。試合待ってるから無理しないでください。でも6月10日ですから全然大丈夫ですよ。6月10日なんで。ガチの話、まあ年だよ。いや、だから年だよっていう話をしてんだよ。ボケたのか？また酔っ払ってんでしょ、レレレさん。もうね、レレレさんね、もうずーっと酔っ払ってんのよ。もうだからもうコメントがずれてるの。俺は年だよっていう話をずっとしてんのに、酔ってるでしょ。もうね、レレレさんはね、いい人なの。超いい人なのに、ぐでんぐでんでコメント打つから、もうね、会話ができないんだよ、本当に。昔からなの。本当に昔から、何言ってんだろうなと思ったら、ぐでんぐでんなのも。飲みながら配信見るの大好きなんだよ。あ、やめたんだ。偉いね。じゃあ、あれだわ。病気だわ。あ、やめたんだ。俺もやめたよ、酒。フィーリングとか雰囲気とか。ああ、なるほど、なるほど。フィーリングか。ちなみに、好みはどんなのがタイプなの？好みは。ちなみに、あ、こういう男性に惹かれるなっていうのはあんの？あ、好きだわ、こういうタイプの男みたいなさ。インフルエンザになってやめた？ツンデレ？男のツンデレって多分ね、病気のやつだよ。ツンデレって、多分ツンデレの意味分かってないよ、このみん。ツンデレってツンツンデレデレだから、ツンツンしてるじゃないでしょ、多分。オラデレデとかじゃないの？わかんないけど。ツンデレの男って病気だろ、絶対。なんだ、ツンデレの男って。まあいいよ、俺は飯を決めないと。病気でしょ、全員病気だよ。中野坂上。飯。相変わらずワード記憶力はすげえ。そうだね。昔からなんだよね。文字が覚えられなかったりとか、漢字が書けなかったりとか、読み書きができない分、変なところが、その言語やとかの記憶がすごい強いんだよね。二人の時は優しく、雰囲気は S っぽい感じ。なんだそれ。ああ、でもね。あ、そう。あ、そう。二人の時は甘えてほしいんだ。なんかエロいな。サメちゃんとそう、あ、鮫島さんは記憶力めちゃめちゃいいよ。鮫島さんはびっくりするほどいいよ。あの人は、なんか PQ って言って頭の回転早いもんね。鮫島さんは。パンパンって言葉出てくるもん。お、のんたいらっしゃい、ワドツ。このサムネ何なの？のんた。なんだろ、これ。新しいサムネ。だから今サムネが変わったらメンヘラっていう話してるんだけど、あなたのことだから。あなたのことですよ。何なの、このサムネ。のんたんの理想形なの、これ。今の気分はパンクスなの、これ。のんたん。私も記憶力すごいぞ。あ、好みもすごいんだ。のんたんに挨拶。あ、今パンクスなんだ。やさぐれてんだ。え、っていうか、パソコン売るんだったら俺に売ってくんね？なんか秋葉原とかで売っても5万とかで買い取られちゃうよ。いや、これ、のんたんの理想系でしょ？違うでしょ？のんたんのメイクしたのじゃないでしょ？のんたんだって俺と付き合うまでずっと顔、偽ってたんだから。可愛いサムネいっぱい持ってんだから。すぐね、優位に立とうとするんだよ。
32歳っていう設定で、ちょっといい女っていうね、ブスなのか、いい女なのか、ギリギリのサムネをいっぱい持ってんだよ。7万って言われた？じゃあ7万で売ってよ、俺に。7万、7万だとかわいそうか。だってあれ、いくらだっけ？ 20 万とかで買ったでしょ？だったら俺10万で売ってよ。ああ、でもかわいそうだよな。20万で買って、俺のために20万で買って、ね、いくらだったっけ？あのパソコン。だったら俺に10万ぐらいで売ってくれよ。きついよ、今のパソコン。まあ嫌か。まあ嫌だよな。26万だよね。あ、さすがに10万でってかわいそうだよな。ほとんど俺が使ってたし。ていうか、ノンタ一回も使ってねえし。それはかわいそうだよ。でもこのサムネは結構かわいい。こういうタイプ。こういう化粧濃い子好きだから、俺。ね、起きてんだ、今、のんちゃん。ていうかさ、レレレさん、すげえ古いリスナーじゃん、よくよく考えたら。このツイッターのアカウントに一番古くからいんの、レレレさんだ。匠ハッチレレレになってるからね。アイロンしてもらったら。いや、だからアイロンあったんだよ、昨日まで。ノンタンが全部荷物持ってったから、炊飯器もなければ。何持ってった？炊飯器、裁縫セット、アイロン、パソコン、全部、ノンタンが私物で持ってきたものはもう全部ないよ。抜け殻ですよ。15万で買ってあげたらね、まあ、あれかもしれないけど、でも申し訳ないよね。そう、20何万するのをさ、貸してもらってて、自分で使わないものを。で、なんか7万で売るって。売っちゃったの、のんた。いや、ちょっとそれはかわいそうなことしたなと思った。だってさ、まあさ、そのお互い生活してたらさ、付き合っててさ、金のことはぐだぐだお互い言わなかったんだよ。そう。のんちゃんも俺のことずっと支援してくれてたし、飯とかも、外に出たら俺がおごって、で、なんかのんちゃんが作ってくれるときは俺も甘えてたのね。俺は雑談なまぬしで一番面白いのは和道さんだと思ったし、今もその思いは変わんない。それね、たまに言ってくれる人いるんだけど嬉しいよ。明日売るかもしれない？だったら俺に売ってほしいかも。7万で捌くんだったら俺に売ってほしいかもしんない。やだ？いや、でも気持ち的に嫌だっていうのはあると思うから、そう。もし嫌だったらいい。もし金が増えて、それで助かるっていうんだったら俺買い取りたいかもしんない。いくらで10万。申し訳ないけど。10万で。でも嫌だったらいいよ。それのんちゃん決めることだから。なんか気分悪いじゃん。それは全然任せる。もうだってこのパソコンじゃ無理だもん、旅配信。のんちゃん、リスナーはやめる気ないんでしょ？ここでコメント打ってるってことは。見てくれんでしょ？ 10 万でいいの？マジで？マジで？ありがとう。じゃあ10万で買うわ。どうせやめたんじゃない？別れたの？俺のんちゃんと。昨日。のんちゃん、リスナー続けていくのやめんの？それだけ教えて。このサムネ怖えな。やめない？オッケー、わかった。嬉しいよ。ついてこい。超嬉しいよ、それで。ありがとう、のんちゃん。嬉しいね、なんかね。和道は監視されます、これからも。嬉しいわ、そう言ってもらえると。一番嬉しいよ、それが。見守っててください。セフレ？ セフレの人になんだ。セックスしたくなったら呼び出すわ。わかんないよ。
綾香と被るかもしれないよ。綾香95点ついたら。でもね、そういうことなんだよ。要は、浮気されるっていうのは私のものだって、別に俺は彼女できたら浮気しなかったけど、もうね、セフレ前提でいたらもう、ああ、もういいんだよってなるから。そういうことだよ。そしたらさ、誰かとパコってんだろうって思うじゃん、ドンと。セフレです。え、パソコンいつ持ってきてくれんの？じゃあ。パソコン買い取るよ。金あるうちに、お願いします。すげえ助かる。まあちょっと申し訳ないけどね、26万で買って。どれくらい使わせてくれたかな？ 3、4ヶ月使わせてくれたかんね。まあでもね、ノンタも秋葉原で7万で売るよりは全然いいよね。っていうか、アイロン、大丈夫か。いつがいいですか？いや、いつでもいいよ。今日はずっと起きてるから、別に今からでもいいし。ていうか、マジでこれ1ラウンド戦えねえぞ、こんなの。マジでやばくない？朝血吐いたし。これやばい。アイロンはした方がいいけど、持ってねえんだよ。アイロン持ってこれる？ノンタン。ちょっと軽くね、喉切ったぐらいだと思うんだけど、乾燥で。溶け、ドバっていう吐血じゃなくて、ペッてやったら血が混じってなんだよね。あーって。なんか肺から、なんか塊みたいなのちょろっとです。めんどくさいか？オッケーオッケー。いいよ、別に。まあ、空いてる時にじゃあ来て。俺がいつ空いてるか知ってるでしょ。俺の生活時間帯も全部。いや、病院とか敵だからね、俺にとって。病院は敵だから。何食おうかな。寿司？寿司食える身分じゃないよ、俺は。何食おうかな。竹トララーメン、うまいの？スーツに少し水つけてドライヤーしたシワ伸びる。でもさ、あれなんだよ。新品特有のシワなんだよ。スーツは伸びたのね。リセッシュしたから、あそこにかかってるんだけど、スーツは大丈夫なんだよ。大丈夫かな？大丈夫かな？こっちはシワないから。あるか。あるけど、まあそんなにシワ食っちゃったわけじゃないから。
ジャケットハウルなら大丈夫だよね。歌舞伎町の竹虎か、あそこうまいのかな。一蘭でもいいかなとも思うし。何食おうか。いや、俺優柔不断なんだよ。優柔不断なんだから、家に帰ってきて結構料理が用意されてるのめちゃめちゃ嬉しいタイプなんだよ。もう決めらんない人だから。ね、しかもね、なんでかっていうと同じものを結局ずっと食っちゃうのよ。びっくりするぐらい同じもんずっと食うの。竹虎はいろんなラーメンあって。あ、そうなんだ。あ、やべえな、これ。ていうかさ、ちょっと確認してもらいたいんだけど、俺痩せたよね。そうだ、みんなさ、俺の体型どう？今。腹出てるけどさ、痩せたよね。どう？腹。結構ね、トレーニング、脂肪がバーンって増やしたんだけど、結構ガタイ良くなってるはずなんだよね。変わったでしょ、体。どう？そうでもない。ここ1ヶ月間ぐらいで思いっきり太って思いっきり絞ってるんだけど、もう筋量はこれでいい。トレーニングしていく中でつけていこうと思ってて。そう。あとは、ナチュラルウェイトじゃないけど、していこうと思うんだよね。痩せた気するよね。デブ。肩幅とかでも結構ついたような気がするんだよね。そうか、思い込みか。いや、あ、そう、レレレさん、久々でしょ、来るの。俺、今、こんな感じだよ。すごいついたでしょ、腕。多分、レレレさんが知ってる頃と全然違うはずなんだよ。すごい腕、筋肉ついたでしょ。レレさん、最近全然来なかったかな。腕いいでしょ？腕立て伏せじゃない、ダンベルを主にやってたけど、腕立て最近入れてるよ、トレーニングに。まあね、戦わないといけないからね。腕太いの。まあ、太いっつっても33センチだね。33センチ。ね、本当にファイターとかボディービルダーみたいなグッていうのは40センチだね。でかいって言われるのは。まあ、30センチ超えるとまあまあって言われてる。ああ、トレーニングしてるの？みたいな。体鍛えてるの？みたいなぐらいが35センチとかな。で、40センチはもう見た目が全然違うっていう、化け物みたいな。そうだね。あ、でも今、最近測ってないかな。わかんないけど。腕細いのは良くないね、やっぱり。俺も腕細かったけど、体は鍛えた方がやっぱいいよ。精神面にもいいし、強くないダメだよね。だね、もうこの皮膚が、これが痒くて痒くて、この拳の、そう、痒いんだよ。バンテージでさ、こうパンチ当たった時の、ここで捉えてるからさ、割れてくんだよ、どんどん。ガッサガサに。これが超痛い。痛いっつうか、痒いんだよね、むず痒いっていうか、ずっと書いてる。黒くなったね、ここね。この辺。黒あざになったね。武道をやるのか、女の人だと何がいいんだろうね。オロナインとかじゃなくてね、ワセリン塗ってるね、これ。バセリンか。ところで何食べようかね。
うどん、うどんか。ああ、うどんね。いや、炭水化物よりもね、肉取りたいなと思ったり。あ、ダメだな、優柔不断だな。優柔不断だわ。ていうか、会見までみんな起きてんのかな？テルチャンピンも、パルパルも、ヒカルくんも起きてるってやばくない？この時間。これ全員、この3人全員遅刻するぞ。焼肉、安い。だから、安いところ。安いところ。何時からの？明日は何集合だっけな？便所さんにも釘刺されてんだよな。明日よろしくねって。この一言でプレッシャーをかける便所さん。明日よろしくねって。何時からだっけ、明日。便所太郎。明日何時からだ。記者会見。あれ何時だっけ。ああ、1時ぐらいに集合か。ファミレスか。いや、ファミレスって。でもな、何がいいかな。ごめんね。もうね、本当に優柔不断だ。中野坂上、中野坂上、深夜、ファミレス。ジョナサン。ジョナサンって行く？みんな。デニーズ？デニーズ？何時前だ？ジョナサンは遅くまでやってる。朝5時までやってるね。ジョナサン。サイゼリアやってねえのかな？サイゼリアは2時までか。ジョナサン行ってみる？ジョナサンってうまいの？ジョナサン行ってみるか。ジョナサンってあれでしょ？なんか、デニーズとかより安い感じだよね。ジョナサン、ジョナサン、ジョナサン、スカイラークグループなんだ。ブランド、ジョナサン。メニュー。ガストと同じ系列なんだ。ガストの下のラインかな、じゃあ。ちょっと待って、ランチ見るから。ランチじゃなくて。あれ？なんだよ、メニューねえじゃねえかよ。メニューを出せ、メニューを。ガストよりうまいの？あ、そう。外配信？これ。夜のメニューはデニーズの？あ、そうそう。この前、ノンタンと行ったところはデニーズ。夜メニュー。え、何これ？普通のメニュー出せよ。もう行くか。めんどくせえ。うん、行こう。そうだな。もう、うだうだしてる。うだうだしすぎるよね。デニーズの方がいい？デニーズの方がうまいよ、そりゃ。外配信のテストもやろうか、ちょうど。こ
このパソコンで外配信、あ、でもまあ、のんたんが譲ってくれるっつうから、まあ、大丈夫になったけど。一緒に行こう。たまにはジョンさん。いや、ジョナさん、どれくらいぶりだろうな、行くの。着替えるわ。肌着だから。行くぞみんな、暇人ども 俺を含めた暇人ども行くぞ。日本代表する暇人たち、誇りを持て。自分が暇人であることに誇りを持とう。友達はパソコン。 行こう行こう。行くよ。もうこんなうだうだしてもしょうがないから。じゃあ切り替えます。切り替えます。おつ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。